法制神肖像弟子の五条のが、法制神は、中国新朝家教、同後期の学者、天国家、諸家である、ジオ、新白、誠白、郷和、は、沖王が、北宋の米仏にちなんで、諸室を昭憲遊郭と名付けた、暗記経験の人、5歳の頃から父に経学を学び始め8歳で詩を読む、13歳の頃に陛下と法家に興味を持つ、15歳で、 初めて過挙を受けるが合格できず、43歳にして、ようやく里見に合格し、開始を受験するが失敗し、その後は過挙による出世を諦める。この頃はすでに標本家、書家として名を成していた。26歳の過挙試験会場で、超寒風に出会い障害の友となっている。28歳の時、陽州にて旅の都市にあった、当席所に出会い、10日間だけ。 書の指南を受ける。29歳の時再開。当赤女の書と生き方に強く感銘を受け、生涯の藩とする。当没後19年目に、国朝垣品を表し信頼の書家の格付けを行うが、当の霊書、改称新品とし、八分、天書、総称名品に挙げ、いずれも、身長第一に据えた。41歳の時、高圧生に出会いその書に影響を受けた。 58歳の時、王儀氏書法の忠実な継承作として、著名な孫家庭の、諸夫を研究し、諸父弁語を表す。この中で、王剣士の書を、従来のような、低い評価を与えない姿勢を見せている。またこの頃、書法に、肥満という概念をもたらしている。形にとらわれない自由で生き生きとした書家の思いが、作品から伝わることを指す。ゲーブネソウ家事において、 陸長の碑文を学ぶことの大切さを述べているが、この論は後に、こう有意によって、法上を否定し、秘学を尊ぶ主張へ繋がっていく。門邸に、郷広しはじめなど多くの門人が育つ。子に、法誠がいる。俗秘伝集巻79、小玉、法誠白先生年譜、アンクレ四種序文などに、法精神の生涯が伝えられる。ありがとうございます。